皆様、こんばんは。4月4日、今晩の相場展望、チャート分析編をお届けをしたいと思います。ご覧いただいておりますのが、ドル円の時間足になります。本日ですね、基本的に押し目を、確かにしっかりはしてるんですけど、戻り売りで今日はイメージをいたしました。122円の75が先ほどついて買い戻しをしたところでございます。全体的に見てですね、やはり基本、上値はまだちょっと重たいかなというイメージをしているんですが、あまり大きく崩れる感じもしなくなりました。122円の前半が相当硬いという感じで、今日は、2円の3丸割れがございましたが、あっという間に、押し戻された感じです。ですので、基本は、引きつけて方向感は戻り売りをしたするものの、しっかりと122円台の前半では買い戻すようなイメージを持っております。今晩はオーバーナイト差し値でございますが、122円の90で売りを、123円の20でストップを、そして買い戻しは122円の35で今晩は考えてみたいというふうに思います。次はユーロドルです。ユーロドルも基本今日はちょっと上値が重たいというふうに考えておりまして、基本は戻り売りでございました。今晩ですけれども、1.10 の、65あたりですね、売りで 1.1095 でストップを、そして買い戻しは 1.10 の丸5でイメージをしてみたいと思います。ユーロ円もやはり押し目は確かにしっかりはしてるんですけど、目先はですね、ちょっと上値がこう戻ったところをちょっと売ってみて、で、十分に引きつけたところからは買っていきたい、そういうふうに思います。今週1週間で見ると、やっぱり上値が確かに目先は重たいんですけど、要は跳ねたところを売って下で、リグった後で、押し目を買うようなスタンスで、実は1週間の中では買い場探しをしたいなというふうに考えています。今晩ですが、基本はちょっと跳ねたところを1回売ってみようかなという感じで、見ておりまして、現状でございますと、135円のこちらですね、60のところ、60売りで入って、135円ちょうどで買い戻しを、ストップは135円の、90で、こちらの直近高値を超えたところではストップをかけたいというふうに思います。ポンド円です。ポンド円も161円台、この18が高値で、次がこちらが11近辺、そして今日173とやって、やっぱり上値は確かに重たいんですが、あんまり下まで突っ込んで売りたくはないなという気がしております。161円の25の売りで、161円の55ストップで買い戻し、160円台のこちらは40でイメージをしてみたいと思います。ポンドドルですけれども、こちらの方も戻り売りでイメージをしてみたくて、1.31 の55で売りを、1.31 のこの直近高値の上ですね、3185でストップを、買い戻しは 1.30 の1.3085でイメージをしてみたいと思います。OG 円です。OG 円は、朝方買いでイメージをいたしました。タイトルに関しては、やはり、これはですね、押し目を買いたいというふうに考えているので、0.74 の、80で買いを、
0.7450 ストップ。ちょうどここの安値の下ですね。0.75 台。0.75 の40で利食いを。タイ円に関しては、91円の後半ですけれども、70で買いを。91円の40ストップで92円台50で利食いをイメージをしております。最後ニュージードルです。ニュージードルとニュージー円ですね。これも引きつけて押しは買うスタンスで 0.6905 で買いを、0.68 の75で、この直近安値の下ですね、ストップを、0.69 の60で利食いを、ニュージー円ですけれども、これも引きつけて買いから、84の6号で買いから84の30でストップを、85円の20で利食いをイメージをしてみたいというふうに考えます。まあ目先ですけれども、オセアニアは買いから入る、それ以外は引きつけて戻り売りから入って、下でショートをリグった後でロングにひっくり返すようなイメージを持っております。まあ現状ここを買っていくというのも実はちょっと高い気もしまして、押しを待ちたいと、そんなふうに考えます。ですので、じゃあ小林、これは戻り売りじゃないかというふうにおっしゃる方も当然中には、スキャル的にはそうかもしれませんが、どちらかというと買い場探しをしたい、方針の方が強いかなというふうに思います。ですので、まあ例えばこれを、売りから入らずに、十分に引きつけて待って、買いから入るということであれば、ドル円なんかはですね、122円のもっと1号よりももっと下、を要するに買い場にイメージをして下がってくるのを待つようなスタンスでもいいのかな。その方が、ただし、時間がちょっとかかるかもしれないので、まず売り回転で回してみて、下がったところで、買い戻しをし、さらに新規でロングを取ると、そんなようなイメージで、現状を考えております。あと一つご質問いただいております。スキャルをする際のおすすめの通貨ペア、および、通貨ペアごとのおすすめの時間帯などがあれば知りたいです。また、スキャルをする際の時間足は何分がおすすめでしょうかと。まあ、私、スキャルをやる場合には、今、1分足を中心に考えています。まあ、これ、5分でもいいのかもしれませんけど、私は1分足で、こまめにリグっては、エントリーをする、繰り返すという形の方が多いです。で、スキャルをやる場合のおすすめの通貨はですね、やはりマーケットの流動性が高いということ。で、次にですね、まあ、比較的そのプレイヤーが多いという部分も必要かなというふうに思います。まあ米ドルとユーロとポンド、こちらの3つを基本の軸として、例えばドル円、ユーロ円、ポンド円をやってみるというのもいいと思いますし、ユーロドル、ポンドドルというストレートをスキャルをするのもいいかなというふうに思います。できればですね、このドル円に関してはやはりアジア時間が一番ベストでございまして、ユーロ円、ポンド円に関してはロンドン時間がベストかなというふうに思います。ニューヨークの少し午後ぐらいになってくると、やっぱりマーケットはかなり、対円に関して見れば薄くなります。参加者がやっぱり少ないんですね。ですので、
薄いさなかに結構飛んだりすることもあるので、ぜひ十分ご注意をいただければと思います。なので、自分はドル円は特に午前中11時近辺と、3時よりも手前で、ユーロ円ポンド円に関しては、欧州時間の方が動きやすいというふうに考えております。東京で見ると今、3時から5時の間ぐらいですかね。ここが一番動きそうな時間帯ではないか、そんなふうにイメージをしております。また何かございましたらぜひよろしくどうぞお願い申し上げます。またご質問ね、あればぜひメールでお寄せください。よろしくどうぞお願いします。それでは皆様、今晩のイブニングショットはこの辺で終了でございます。相場展望ですね、チャート分析編はこの辺で終了でございます。また今晩何かございましたらぜひよろしくお願いしたいと思います。それでは、また何かありましたらよろしくどうぞ。それでは失礼いたします。JFX 株式会社代表取締役小林義彦です。いつも YouTube をご覧をいただきまして誠にありがとうございます。 JFX 株式会社はスキャルピングと呼ばれるポジションを持ってから決済するまでの時間が数秒から数分と、とても短い取引をされる方に選ばれている会社でございます。業界の中では数少ないスキャルピング OK であること、連打注文が OK であること、1日の取引制限がないこと、約定スピードが最速 0.001 秒とサクサク約定することなどが選ばれている理由だと自負しております。ぜひ当社でお取引をいただきたく、 YouTube 限定企画の新規口座開設キャンペーンをご用意をいたしました。新規口座開設期間内に小林義彦 JFX YouTube 限定企画経由で新規口座開設をしていただき、取引期間内に新規約定の合計で1万通貨以上のお取引をされ、かつ申し込み期間内にキャンペーン申し込み専用フォームによりお申し込みをされた方に4000円キャッシュバックと私のオリジナルレポートをプレゼントいたします。オリジナルレポートの内容はスキャルピングのコツ、チャートパターン、スキャルピングのためのテクニカル分析など、私がツイッターで売ったり買ったり情報発信をしているトレードのエントリーや決済の根拠についてのものです。中値トレードや実需についてもお問い合わせが多いので、こちらもコンテンツに入れております。 YouTube 動画の概要欄にキャンペーンページの専用 URL がございますので、ぜひ口座をお持ちでない方はご検討ください。よろしくお願いいたします。